はい、こんにちは。たくみチャンネルです。本日はですね、神奈川県の茅ヶ崎市にある、石ラスという、魚屋さんに来ています。まあ、外はこんな感じ。太陽が、こっちに、まあ、光ってるので、結構見づらいところもあるかもしれませんが、石ラスという名前です。もう一度言いますけどね。で、このような感じ。まあ、なかなか良さそうなお店ですよね。で、左にある看板が、これ。釜揚げしらすと書いてあってね、茅ヶ崎。まあ、基本的には、ま、しらすのお店なのかな？多分そうなんだと思います。中入っていきますと、なんかカワハギみたいな魚がいて、下にはタチウオ、これね。まだこの僕の動画にも登場したタチウオが2800円、2500円でありました。で、後ろに行きますと、こちら。いろいろエボダイとかね、もう珍しいサワラとかあるんですけど、この大きさで350円、安すぎる。シイラですね。シイラもこれ、あの焼き魚焼き器に入らないですよね。で、これまたシラスが、これね太いんですよ。普通の市販のスーパーとかのって、まあ割とちっちゃめのシラスなんですけども、に太いんですよね。これ本当に太いんですよ。そしてこっちにはね、いろいろイサキとかの、まあ、こう売ってますけど、で、奥にはなんかね、いろいろ、なんか、セミ、なんだっけ、何、セミエビみたいなやつだったかな。多分そういうやつがいて、これはね、淡水魚ってね、お店の人言ってましたね、淡水魚の。なんか、すごい、なんかね、見たことのないようなところで、やつですね。魚ですね。でね、そのちょっと近くには、このように砂浜がありまして、茅ヶ崎サザンビーチだったかな？茅ヶ崎サザンビーチ。で、この海沿いとかにはね、この左側のところにはお店とかがね、あったりするので、いろいろこの海で楽しめそうです。波はね、比較的に結構荒い感じで、波はまあ、ちょっと高かったですね。まあ冬っていうのもあるのかね。冬っていうか、まあ寒くなってきてるっていうのもあるのかもしれません。そして次ですね。そして次はこちら、パノラマで撮ったものです。今のね、一瞬だったんですけど。こちらすごいですよね。これショート動画にも、上げてると思いますので、そちらもぜひ見てみてください。ショート動画の方がね、画面大きく見れるので、その方がいいと思います。下がゴワーってなってるけど。まあ、綺麗ですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そして石ラスさんのお店にも行ってみてください。ということで、バイバーイ。